今回はですね、ちょっと視点が変わっていると思うんですけど、はい、こんな感じでなんかもう懐かしい視点に戻ったんですけれども、今日はですね、実家の方に帰ってきました、僕が。はい、まあ夏休みに入ったんでね、ちょっと帰省がてら、ちょっと動画もね、ちゃんと更新していきたいなと思いますので、今日は大会の報告になります。これは参加賞のパックとなんか上位に入ったので、はい、今回のはですね、このデッキでいきました。はい、エメラルダが見えてますけど、緑入りの天文ですね、もうこれは天文で行ってきました。はい、今朝即興で作って、で魔法陣、新緑の魔法陣がなくてですね、もう寄せ集めで作ったら、ザルバだかゾルバだか忘れちゃった、もうもうややこしい名前のあいつもいなくてですね、結局なんかわけわからんアレフティナとかマーシャルクローラーとか入れたデッキで行きました。はい、まあ結果的には準決勝でちょっとね負けちゃいました。準決勝っていうか、なんだろう、ちょっと階段になって負けちゃったんですけど、そこで、はい、なので、まあループ自体は結構成功するので、まあいけたんですけれども、準決勝でちょっとね、スペルデルフィンとか、あとはなんだ、いろいろ止められる呪文止めてきたんで、結構そこが苦しかったですねまあしょうがないです。はい、ちょっと結果としては負けちゃいました。はい、準決勝で負けちゃいましたね。結構懐かしいパックをもらってきました。ビクトリー開運パックは、これは好奇心プリンセスプリンとか、あとはウェディングゲート、ロードリエス、フレーミングジェットドラゴンで、これがですね、まあこの動画をずっと見てくださってる方だったらご存知の、パックでしょうね、これは。はい、やつが出るパックでございます。白田以外のカードが見えただけで本当にありがたいですよ。おお、白田帰ってませんようにということで、はい、おっぱー、捨てランクくださいよ、おーい、もう、あはあ、まあその前にこっちから開けてみましょう。はい、まあね、やつが、あ、ロードリエスだ、いいですね、ロードリエス。ロードリエスは、あれかな、ドロソになるし、結構使いどころがあるカードなんで、まあ、これがね、レボ F で再録されてたらかなり強かったんじゃないかなと思うようなカードなんですけど、ドラゴンついてないですね、ロードリエス。はい。強いです、結構。さあ、まだこのパックでステニャンコを当てたことがないんですよね。はあ、フラグにならないことを祈って、行きましょう。はい、あーおーうわーうわーうー出会ってしまったか出会ってしまったか、マジか、おーおーい、やっぱりもう愛されてるんですねうおー、マジかマジか歴史再びって感じですね、マジか、うっそ、フラグビンビンに立ててその通りになっちゃった大会報告とパック開封は以上となります。まあ出てきちゃったねそれでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ、ご視聴ありがとうございました。当チャンネル、デュエルレコードチャンネルの他にも僕たちのセカンドチャンネルがございます。まあ、動画投稿する内容はいろいろあるんですけれども、まあ、雑談だったりとか、このチャンネルで出せなかったメイキング動画とか、あと NG みたいな感じでいろいろ出していこうかなと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。僕たちの対戦動画ウィキというものがあります。そちらは下の概要欄、この動画の下の概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。プロフィールだったりとか、このチャンネルについてのいろいろなことが、いろいろと書いてあるのでぜひご覧ください。では、次の動画でまたお会いしましょう。それではホイホイさん。